週刊誌報道が続いて、ジャイアンツ時代からやってたと、つまり現役時代から、はい、清原選手が元チームメイトに送った薬物を催促のメールがしてくれというメールが出てきたんですね。まあ、事務所はこれは、まあ、提訴するなんて言ってますけど、結局法的措置は取らなかった。でここに捜査に入ったんじゃないかっていう話もありまして、これはまた3時台詳しくお伝えしたいと思うんですが、まあ、五郎さん本来なら、うん、これだけ実績のある人なら、うん、ね、例えば西武ライオンズの監督になる、うん、ジャイアンツは桑田投手が監督になる、うんうん、プロ野球界での経験対決、そうですよね、これまた夢だったわけですよ、うん、野球ファンは。ある意味で無冠の帝王ではあるけども、記録よりもやっぱり記憶の人だっていうのは非常にやっぱりインパクトが、うん、存在感がありましたね。だって甲子園で衝撃的な活躍をして、うん、その衝撃をそのままプロ野球に持ってきて、イメージが全く変わらなかったホームランバッターですよ。残念でしょうがないですけども、この後もご紹介します。私頂点まで達しましたから、まあ、そこからうまくこう人生下山できなかったのかなと思いますね。うまく下山してもう普通の生活に馴染んでいければね、なんだろうという感じですよね。まあ、僕はあの多分その頃は高校野球で練習してたと思うんですけども、まさかですよね。はい、まあ、僕も翌年にあのドラフトされて入団するんですけども、はい、僕も泣いたんですよね。僕は嬉しくて泣いたんですけども、木原さんどちらかというと悔しい涙だったんですよね。でも武田さんの悔し涙が結局そのファンの心をずっと清原さんに集め続けた涙だったわけでしょ。そうですね、共に応援していくっていうか、あ、どっちに繋がってきますからね、あの涙がね。そういうことですよね。で、すぐ優勝しますか。ルーキーがですね、はい、そのルーキーがなんとですね、高卒1年目ルーキーで31本ホームランを打ちました。これまだ破られてません。新人王を取りました。唯一のタイトルと言われてますけれど、これ松井秀喜さんですら1年目11本ですよ。王貞治さんに関しては7本でしたが、もう1年目にしてあの世界の王を抜いたと言われたぐらいだったんですけれど、新人としてはいい成績かもしれませんけれど、とても一流選手の成績ではありません。極めて謙虚だったんです。そして1年目ですでに日本一を経験した清原容疑者なんですが、3年連続日本一を経験します。2年目はあの桑田真澄さんのいるジャイアンツと対戦し、ここであの涙の9回というのがあるんですね。このあたりお知らせの後ですね、振り返ってみたいと思います。監督の頭の中、やってるんですよ。だからこれ自体が異常なことなんですよ。で、つまりですね、UR はですね、本件が秘書にが勝手に動いてる話じゃなくて、大臣も承知の上の話なんだということを認識の上でですね、与党の有力議員が関わる案件として、まあ、丁寧な対応してきたと思われます。でまた、これ以上関与しない方がいいですよというのはですね、逆に言えば、まあ、UR が口利き斡旋を認めていることの私は裏返しだと思います。で、面談記録を見てもですね、UR はですね、例えば目一杯の提示をしているおり、これ以上はできないというようなことを、まあ、繰り返し言われているんです。私はだから UR の対応というのは正しい対応だというふうに思いますよ。正しい対応だと思います。ところがですね、秘書はあまり事務所の顔を立ててもらえないかというような発言をしています。あまり事務所の、顔を立ててもらえないか。で、その後もですね、あまり事務所はですね、必要に何度も何度も UR に接触してるんですよ。これを斡旋と言われて何というのか。で、次のパネルをご覧いただきたいと思います。これは UR が S 社に行ったですね、補償の一覧なんですけども、UR はまず平成24年5月に物件移転というのでですね、約1600万円を補償しています。それから次にですね、建物の再配置補償というのですね、平成25年の8月ですね、ここで 2.2 億円の、補償をしている。で、その次、まあ、3番目でもう一個こうマスキングがしてあるのがあるんですけども、これがですね、大体時期的には平成27年からの3月から7月の間と我々ヒアグリングで UR 側からご説明を受けてますけれども、建物の損傷の修復の補償というのを行っている。これは額は未定でありますけれども、5100万円だという情報もあります。で、3回こうやって補償を行っているんですね。で、問題はですね、まだ補償が行
行われてないこの4と5なんです。でこの私4と5というのはですね、これはですね、私は、全面移転保証と参拝処理費の保証じゃないかというふうに考えています。で、その後ですね、これね、あの3の保証が行われた後に、さっきの12回の接触のほとんどは3の保証の後にあの行われてるんです、合ってるんです。で、面談、私はですね、これ今度またさっきの10月9日っていうのを見せてください。面談記録、これをもう一度ですね、今のを踏まえて読み直すとですね、例えば秘書が、当該地から速やかに移転してもらった方が良いのではないかと、水を向けたのに対して、次の黒塗りのとこはですね、私これ移転保証に関して、協議しているところと読むのが自然だと思います。そしてその次は、参拝処理費用は隠れてますけど、参拝処理費用は保証できないがと読むのが、自然だと思います。少し飛ばしてですね、一番下ですけども、大きな乖離があるというふうに書いてあります。マーカーしてありますけども、大きな乖離がある。そして次のページの上の秘書の発言、ここは隠してあるところ、これ私移転と読むの、移転保証が満足いかない額だから、次の部分は参拝処理費で上乗せを、でさらに何行か下にある先ほどの少し色をつけてでも地区外に出て行ってもらう方が良いのではないかという発言につながっています。つまりですね、全面移転について UR の提示額と